田中研究室で行われているパッケージデザインの研究シーズについて紹介します。パッケージ比較検証では、色や形でイメージごとにパッケージを分類し分析します。書道コースの生徒と共同で制作をすることもあります。アイトラッキングでの検証では、どのようなデザインが人の目線を引きつけるのか科学的に分析します。適正サイズの検証では、数多くの既製製品のサイズを調査し、比較することで適切な大きさを決めます。ターゲットに合わせて様々な形のパッケージ試作を作成します。